土球変態エグゼロスは、北田龍馬による日本の漫画。ジャンプスクエアにて2017年6月号から2021年3月号まで連載された。謎のエイリアン、寄生虫から地球を救うために戦う、戦士集団、エグゼロスの活躍をコメディタッチで描いたアクション作品。単行本の累計発行部数は2020年6月の時点で135万部以上。 誰かが言った。ヒーローは、H と、エロでできていると。人々のエロスの源、H エネルギーを吸い取り、人間の生きる活力を奪おうとしている侵略者、寄生虫。そんな寄生虫から地球を救うべく、高校生、炎上列人は地球を守る、ヒーロー集団、エグゼロスの一員として人知れず活躍していた。かつて幼馴染みの星の運母と子供の頃に、 寄生虫に遭遇し、それが原因で彼女の性格が変わってしまい、現在は疎遠になっていることも理由の一つであった。ある日、下校途中のキララが偶然寄生虫と遭遇してしまい、恋の甲はテレビアニメ版の声優、縁の甲は連動グラビア企画のコスプレイヤーである、埼玉支部主要人物たちの所属支部。平時は、 地球防衛隊埼玉支部宿舎で共同生活を送っている。東京支部沖縄支部人間の生命の根源であるエロスを吸い取り、少子化を徐々に進めて人類を滅亡させ地球を乗っ取るという地球侵略計画を遂行している宇宙人。基本的には昆虫のような用子をしているが侵略する星の生態系に合わせて期待も可能であり、 相当数の寄生虫が人類内に紛れ込んでいる。女王寄生虫曰く、寄生虫には、目が確か存在しない。2020年7月から9月まで、東京 MX 他にて放送された。ナレーションは、小山力也。プロモーションとして、テレビアニメ放送に合わせた連動グラビア企画、エグゼロスガールが、ジャンプスクエア、週刊プレイボー医療史上及び、 アニメ公式サイト上にて展開される。各館の完全生産限定版特典として、山本良とも描き下ろし味方せケース、キャラクターソング、特製ブックレットがそれぞれ同梱されている。星の運も役の各間愛による、ウェブラジオ、ニュース度級編隊 f ロスが、おっと泉にて2020年7月3日から10月16日まで、毎週金曜0時に配信された。 ありがとうございます。